あーがいいね、めちゃくちゃいいっすね。流行のブランドを着こなし、アーティスティックなポーズが目を奪う。一流ファッション誌の表紙を飾り、あのシャネルからもラブコールを受け、ビューティーアンバサダーに。バレエダンサー飯島のぞみ、未知の可能性を秘めた彼女から目が離せない。その経歴は華々しい。名門ヒューストンバレエ団と史上最年少16歳でプロ契約。最高位プリンシパルの座も掴んだ。去年活動拠点を日本へ移すと、数々の舞台で主役に抜擢され、脚光を浴びた。バレエに愛された男、熊川哲也も絶賛。個性あふれるファッションや髪型、その生き方が新しい風を吹かせている。短くなった。バレリーナらしさって何なんですかね。バレリーナやからダメとかは嫌なんで。自分らしくを何より大切に。好きな時に好きなものを食べる。おいしい、おいしいです。今そんな飯島に憧れて新たなファンが増えている。インスタグラムを見て知りました。バレエやりながらも髪型とかもすごいこだわらずにやってるところとかも素敵だなって思います。全て思いのままに見えたが、そうではなかった。幾多の壁を乗り越え、華麗に舞う飯島のぞみの秘めた思いに迫った。お願いします。レッスン前はどんな気持ちなの？レッスン前ですか？どんな気持ちでしょうね。でも一日の始まりなので、リラックスしつつ気合も入ってるって感じですね、うん、向かったのは K バレーカンパニー。熊川哲也が芸術監督を務める国内最高峰のバレエ団だ。飯島は去年8月望んで入団した。チャレンジ的な部分も大きいですし、私自身もっとバレエダンサーとして向上したいなって思ったから、なんか K バレエを選んだっていうのもあるし、ディレクター熊川哲也さんっていう大きい、ね、日本国宝級のダンサーがいるので、その方の存在がもうなんかこう自分の高みみたいなものになってるから。この日チャイコフスキーの名作くるみ割り人形の公演が10日後に迫っていた。飯島が演じるのは主役のマリー姫。熊川が抜擢した。このくるみはもう世界的という三大バレエの中の一つで、
みんなが大好きな演目なので期待に応えられるように頑張るしかないですね。連続32回転を優に越す安定感に加え、キレの鋭さ、体の軸は一つもぶれない。飯島にはこの身体能力の高さに加え、観客を虜にする一つの武器があるという。とても表現力が豊かなダンサーだと思うんで、すごいこう強そうでいるけど、結構繊細な持ち主、心の持ち主で、人の心の痛みを感じるとか喜びを感じるとかがこう素直に純粋にできる子なんだなと思って、それはやっぱりダンサーとして必要だし、うん、すごいですね。もう、うん、感情表現豊かだと思います。すごい一緒に踊ってて引き込まれるので、はい、そう、最大の武器はその表現力だ。マリー姫に求められるのは気品ある優雅さと人を包む温かさ。魅力、表現がさ見えなくなっちゃうともったいない。冷静さはすごく今いいから、それに少しだけこうチャレンジ精神あるから、試行錯誤を繰り返していた。例えばブレにして、ここでちょっと止まるところがあるんですけど、ただ流れるんじゃなくて一瞬止まって次の動作に入るかは意識してます。高貴な雰囲気と華やかさとか、まあ、品の良さだったり、その間で温かみがあるような表現ができたらいいなって思います。バレエにはセリフがない。表情、首の傾き、一瞬の間、細やかな演技で物語を紡いでいく。大阪、ここが飯島が生まれ育ったふるさとだ。ありがとうございます。馴染みの店に案内してくれた。頑張ります。やったわーい。おいしい、おいしいです。普段は全く飾らない。好きなものを好きな時に食べるのがストレスなくて。ストイックな食生活は性に合わない。完食。バレエに憧れていたわけではない。6歳の時、姿勢を良くするためにと母親に勧められ始めた。バレエの場の字も分からんのに、周りの子よりできてないのが許せなくて、なんか恥ずかしいし悔しくて、この子たちより上手くなりたいってそこで思ってバレエやるって言ったみたいですね。負けず嫌いに火がつき、週5日レッスン。いつしかバレエの虜に。しかし、少女だった飯島を思わぬ試練が待っていたという。中学生1年ぐらいの時に、まあなんかその経済的にもすごいバレエお金かかるんで、もう私兄弟4人いる、兄弟っていうか、まあ私含め兄弟4人なんですけど、やっぱ大変なんでやめてくれって言われたけど、絶対プロになるからって言って。
プロしか道はなかった。努力を重ね、コンクールで入賞。得た奨学金を使い、15歳で単身渡米。名門ヒューストンバレエ団の研修生となり、16歳でプロ契約を勝ち取った。才能が開花し、2019年には最高位であるプリンシパルに昇格。自分の力で未来を切り開いた女性、飯島が放つ光は眩しい。いいっすね、いいっすね、めっちゃいい、めっちゃいい。夢を現実で終わらせない、それを現実に叶える力がある女性、まさにその女性像、のぞみさんがすごいぴったりで、女性としての生き方とかっていうところ、私としてもすごい憧れの存在でもあるので、のぞみさんに来ていただけてすごい光栄です。賞賛があれば批判もある。ファッションモデルをすることについて、バレエをなめるなという声も聞こえてくる。だが、やめる気はない。そこにこんな思いが。普通に生きてると、日本でやっぱバレエと触れ合うことって、ね、知るきっかけもあんまりないから、こういうバレリーナいるんやっていう、気づいてもらうのが、まあ、大前提としてあって、バレエファンが増えればいいなって。全てはバレエのために。その思いを貫く飯島に、あえてこんな質問をしてみた。壁とか葛藤、挫折とか、どうやって前を向くというか、次もう一歩踏み出すっていう気持ちで言っていたんですか。胸の奥にしまっておいた思いがあった。熊川哲也が送る究極のドラマティックバレエ、待望の上演。ダイオハウスプレゼンツ、 K バレエカンパニー、ロミオとジュリエット。私のせいで本当にごめんなさい。大切な人とかいるんですか？いるよ。あなたはリニューアルするつもりはなかったわけ？妻小学生になる。金曜夜10時。私は構わなかったのよ。あなたが誰かと一緒になってくれていても。今でこそバレエダンサーとして強烈な個性が注目を集める飯島だが、その道のりは決して平坦ではなかった。夢を膨らませ留学したアメリカ、待っていたのは個性重視という壁。個性を生かすことに長けた外国人ダンサーの中でもがき苦しんだ日々。暗闇から抜け出そうと表現力を磨いた。バレエが好き、それが支えだった。壁とか葛藤、挫折とか、どうやって前を向くというか、次もう一歩踏み出すっていう気持ちで言っていたんですか。大丈夫です。すいません。無理に前を向いて、明日からまた頑張ろうとかっていう、まあ、気持ちには私はなれないので、
でも日常は進んでいくんで、その落ちてる間でもやっぱりこうやることはやらないといけないんで、それはもうこなしていくけど、気持ちはやっぱこうすぐには戻らないです。でも人と関わっていく中で生まれる感情、落ち込んで辛い、悲しい、苦しいっていう気持ちも、いつかはバレエで表現できるから、その気持ち、その経験っていうのは報われると思ってるから大事にしてます。全ての経験がバレエで生きる、そう思い歩んできた。レッスン後週に一度通う場所がある。寒かった？寒かったです。お邪魔します。こんばんは。体のケア、トレーナーの指導を受け鍛えているのは、美しく踊るための筋力と柔軟性。30歳、バレエへの探求心はさらに増している。もっといろんな人生経験を積んで、これからこう30代を重ねていって、どういうダンサーになっていくんかなっていうのは自分では楽しみではあります。まだまだ向上できると思います。12月3日くるみ割り人形の本番を迎えた。おはようございます。熊川の期待に応え、観客から喝采を浴びることができるのか。いつも通り、いつも通りって言いながらやってます。もういつも通りにしようって心がけてる時点でいつも通りじゃないですもんね。もう緊張してるやん。慣れないですか、緊張というか。慣れないですね。もう毎回、特に大きい役するときも逃げ出したいってぐらい緊張します。本当になんかそう見られないんですけどね。重圧を背負い舞台へ向かう。チケットは完売。およそ2000人の観客がホールを埋めた。自分が納得いく踊りができた時に、お客さんも同じ気持ちで何かを感じ取ってもらったらいいなとも思うし、リンクした時にそれを体全身で浴びれるっていうのは本当気持ちいいし、もっとこれからも頑張ろうって思える。くるみ割り人形が開演し、物語が進んでいく。いよいよ飯島の出番。マリー姫の気品と温かみ、それをこの場面で表現した。クララを呼んで、王子からティアラをもらって、ちょっとクララを見てかけてあげると、あなたにいいものがあるのよみたいな。
飯島の見せ場は10分以上、観客の視線を一身に受ける。熊川独自の演出により生み出されたマリー姫、舞台裏のそれが世界一のきつさを物語っていた。それでも休む間もなく舞台へと向かう。可憐で気品あふれるマリー姫を見事に演じきり、観客を魅了した。するとこんなサプライズが。熊川が現れ飯島をたたえた。いや、良かったと思いますよ。お客さんもね、お客さんの反応がやっぱり正直で一番だからさ、やっぱりお客さんがあれだけね喜んでいただけてるっていうのはそれで結果なんじゃないですかね、うん、涙がぼっとね出ました。なんか本当にキュートで、こんな素晴らしいねマリー姫、本当に素敵な一日になりました。ハッピーになるような表情とかね、本当に心からなんか見てる方まで悲しくなっちゃう。なんとか持ちこたえたといった感じで疲れた。素晴らしかった。まだまだ課題だらけなんで、でも楽しんで踊れたんで良かったです。楽しかったですか？はい、楽しかったです。リハーサルより楽しかった。やっぱ舞台は全然違う、うん、この日飯島は3月に上演する舞台のポスター撮影に臨んだ。演目はロミオとジュリエット、言わずと知れたシェイクスピアの恋愛悲劇。絶望の淵に立つジュリエットがそこにいた。やっぱり彼女から目が離せない。熊川哲也が送る究極のドラマティックバレエ、待望の上演。ダイオハウスプレゼンツ K バレエカンパニー、ロミオとジュリエット。最後にどうしても飯島に聞きたいことがあり、ロミオとジュリエットの稽古場へ。なぜ君は踊るのか。踊りたい、表現したい、私にはこれしかない。感情を踊りに乗せて踊ることが今はすごい楽しいので、ただただ楽しい。バレエと恋に落ちたその姿が羨ましい。熊川哲也が送る究極のドラマティックバレエ、待望の上演。ダイオハウスプレゼンツ K バレエカンパニー、ロミオとジュリエット。